思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております一文字の長澤翼です。こちらの投稿は飯塚清則さんのご提供でお届けいたします。飯塚さん、ありがとうございます。飯塚さんの印象はですね、いろんなイベントに参加されている方という印象がありまして、身近な人の挑戦を逐一チェックをされてるんだなという印象を受けております。そして挑戦している側からすると、とても心強い存在の方というのも間違いないですね。というのもですね、僕自身がそう感じるからというのが大きいです。飯塚さんと初めてお会いしたのは、愛知で一文字跡かけるキャッチフレーズのクラファンをやった時に、一緒に美術館に行かせていただいたのが実際に初めてお会いしたんですけども、非常に喋りやすくて、初対面だとは思えないくらいですね、人柄がよく喋りやすいという印象でした。飯塚さん、ありがとうございました。